もう始まってます。はい、始まりました。もう始まってると。待ってます。皆さん、タカラスタンダードの、ね、公式アカウントをフォローされているインスタのフォロワーの皆様、こんにちは。こんにちは、ね、といってもですね、実は私からはね、コメントが見えてないということでね、若干不安な感じもありますが、そこはなんか後ほど天の声さんがいろいろとフォローしてくれる、らしいんでね。皆さん見ていただいてます。はい、たくさん見ていただけますか。ありがとうございます。どれくらいの方が見ていただいてますよね。今80人ぐらい、ね、80人ぐらい、嬉しい、はい、ね、続々と増えていってます。あ、嬉しいですね。ありがとうございます。それでは早速なんですけれども、インスタライブ始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は8月29日新商品の発売するグランスパーと、あと新機能商品肩包み湯やラグジュアリーライトをご紹介したいと思います。で、本日は特別ゲストとしてボス水野さんにお越しいただきました。どうも、はい、よろしくお願いします。正義の味方、主婦の友、実演売士ボス水野です。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。それでは、はい、早速よろしくお願いします。はい、はい、ね、いきなり出てきた方ね、よくわかんない人が出てきたなみたいな思うかもしれないですけども、まあ、普段私はテレビ通販ですとか、ね、ラジオでもテレビショップ、ラジオでも通販番組やったりなんかしながらですね、まあ、最新の商品を紹介する仕事してるんですよ、ね、でたまにこういうところにですね、展示会場、今日はね、東京ビッグサイトにお邪魔してるんですけど、はい、ジャパン建材フェア、あ、そうです、ジャパン建材フェアですか、ね、っていうコメントもいただいてます。あ、そうそう、まさにジャパン建材フェア、ね、これ3年半ぶりらしいですね。なんで結構このリアルにね、来場されてる方も見てる方も、まあ、待望の方も結構いらっしゃるかもしれないんで、今日はもうね、せっかくなんで宝さんのブース、もう今存分に使いながらですね、見てる視聴者の方に最新のお風呂を、ね、ご紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあね、コメントとか随時ありましたらね、多分皆さん天の声がいろいろ教えてくれると思いますので、その時は返してきますからね、よろしくお願いします。まあ、見てくださいよ、グランスパって書いてあってね、毎日をちょっと特別にって書いてありますけど、やっぱりね、まだまだこのおうち時間をこう大事にしないといけないコロナ禍がありますから、まあ、ちょっとでもね、ゆったりした気持ちをこう自分家で味わいたいなっていう人結構多いんじゃないですかね、うん、で、皆さんにですね、ぜひね、いいなと思ったら、もうここがいいなと、ね、ここが気になると、どんどん質問いただいたらですね、その部分深掘りするようにしていきますので、よろしくお願いします。そのおうちスーパー、はい、案内いただくんですけど、6月に新築が完成したのですが、ホールにされキッチンとお風呂、高田カンダードにしましたとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。使いやすい、掃除しやすい、最高です。今から案内いただきますね。素晴らしい。もうこれ忖度のあるコメントじゃないですね。ね、これがいいところですね、やっぱりインスタライブのね。で、このおうちスパの中でもですね、やっぱりイメージ、ね、ここにちょっと集約されております。見てくださいよ、この絵面かっこいい。まあ、きらめいたこのね、照明の感じと、こう水面に映ったキラキラ感も素敵ですけどもね、まあ、これがですね、実は皆さんまだ実際にはね、お手にされたり見てらっしゃる方少ない。なぜならば2022年この夏、そして29日というね、もうまさにあと数日で実はデビューとなるですね、グランスパという新商品になるわけなんですよね。はい、で、タカラはですね、もう皆さんご存知だと思いますけど、このお客様満足度がナンバーワンなんですね。はい、そしてオンリーワンな商品もね、そしてオールインワンで、これ一台入れときゃもう間違いないぞみたいなのもあるんでね、今日はそこら辺をね、くり抜いていきたいんですけど、まあ、このグランスパという、ね、シリーズが誕生して、素材にとにかくこだわってますからね。まあ、皆さんもですね、放浪のね、宝っていうイメージあると思うんですけど、放浪だけじゃないですよ、いろんな材質の良さをですね、存分に生かした幅広いシリーズが実は展開されているのが真ん中のグランスパなんですよ、ね。まあ、最上位中の最上位のプレデンシア、ね、これはもうこれで一つね、芋の放浪浴槽のお風呂として展開してるんですが、ね、あとはもう別バージョンにぴったりサイズを追求したエメロードというラインナップがあって、じゃあそれ以外の上位モデルから、ね、割と普及しやすいね、皆さんのお手にしやすいですね、グランスパに至るまで幅広く取り揃えていて、ね、もう本当に新築のお家でもリフォームでも対応できるのはですね、グランスパという製品なんですよ。このシリーズちょっと今日はね、皆さん実演を伴っていきますので、楽しみにしてください。さあ、ではですね、これ肩包み湯というね、ワードが出てきてますが、やっぱりね、この時代癒しが大事ですよ、ね、皆さん日々ご苦労様です、
ね、多分あの見てらっしゃる方には女性の方もねインスタなんで結構いらっしゃると思うんですけど、この、ね、お家で少しリラックスしたいなと思った時にぴったりなのがこの肩包み湯です。今日はねこれせっかくなんでブースにですね実機が置いてあるんで、カメラさんちょっと見てください、ここにお風呂がある。コメントでどこのイベントですかっていうコメントをいただいてます。ジャパン建材フェアの、ね、東京ビッグサイトでやっております。東の123、ね、そこの中に入っていただくと皆さん宝スタンダードのブースにまっすぐ来ていただくとここで見れますから、ね、まあ、このインスタライブ以外にもこの後イベントが17時、ね、5時までありまして明日もありますから、ね、よかったらお運びいただける方はぜひ来ていただきたい。でここに今日はですね僕が今から入るってことはないんですよ、ね、あのおじさんの入浴シーン見てもしょうがないでしょ、ね、ですから今日はですねあのぴったりのビジョンご紹介いたします。ハードル上げてますじゃあモデルのね、セイラさんに登場していただきます。こんにちはこんにちは、よろしくお願いします。もうね、セイラさんはもうあれでしょ、ライブとか結構慣れてるんでしょ。ライブ配信は少し、ね、はい、やったことありますね。ただライブでお風呂はなかなか入ったことないと思うんで初めてになります今から皆さん入っていただきながらちょっと感想もね、いただきながらやっていきたいと思いますので、はい、じゃあ早速なんで、はい、ここに上がっていただいて、あーいいですね、ここに入っちゃうんですね失礼します、はい、実はですね、裏側暴露します、お水です若干冷たいですよ、ここね、さすがにあの温める設備はないですから、展示会場なんでお水に入っちゃってるんですけど、ね、はい、まあ、それでもね、ちょっとこう体感をまず、ゆったりとした浴槽ですね、どうですか、はい、ゆったりしてて、足までしっかり伸ばせますね、うん、す身長どれぐらいでしたっけ。身長167センチあるんですけど、167センチあってもね、だから多分結構タッパのある男性でも全然いけちゃうってことでね、ゆったりとしたお風呂なんですが、じゃあその浴槽からね、今回の問題の肩包み湯ですよ、これはどこでコントロールするんでしょうね。お、あそこにボタンが、肩、はい、ありますね、あそこちょっと押してみましょうか。はい、押しています。はい、押しますと、ね、ちょっと今スタンバイを出しましてね、はい、エンジンがかかってるわけですよ。肩包み欲しかった。あ、いいですね、いいリアクション、ね、よかったですね。もう僕が入ってたらもう地獄熱ですよ。あ、という間に見てください視聴者様、ここが瞬間最高視聴率、見て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 出てきてますね、この肩包み湯、まあ、このツインで出てくるっていうのがね、まずこのこう水流の柔らかさが見て取れると思うんですけど、結構僕もこういうの入ったことあります、正直言ってね。で試させてもらったんですけど、水がまっすぐ出てきてね、結構顔に弾くのが嫌だったんですけど、どうです、全然こっちまで来ないですね。来ないですね、はい、やっぱりこの水流が少し柔らかく丸くなってるのも結構影響してるんですよね。そして今その肩からですね、ちょっとこう水流見るとね、カメラさんも見ていただくと結構胸のあたりまでお水がバーッと来てるんですけど、来てます、ね、これだったらあれですよね、体今半分ぐらい出ちゃってますけど、はい、どうでしょうね、胸のところに当たってきたらあったかいでしょうね。そうですね、絶対あったかいと思います。全身があったかくなると思います、ね、全身まであったかい、はい、ってことは何、この水流がお腹のあたりから足の辺までちょっと来るよ、ね、そうですね、こう弱いとあれですけど、強くするとしっかりと水流があるの分かりますよ。出ました、強くするというワードが出ました。なんとこれ3段階に水流変えられるんですもんね、はい、押してみましょう。押してます、はい、今これで中くらいのね、はい、強さになってまして、まあ、ちょっとリフレッシュした感じから少し柔らかくしようかなと。じゃあ今日はもうね、温度は39度で、10分ぐらいゆっくり入ろう、ね、ゆったりしたい、そんな時はどうしましょうね。もう一つ弱めるとね、いう風にすると非常に癒しのモードに感じる。あ、今強めな感じですね生放送でお送りしておりますね、まあ、こんな形でですね、3段階にね、お好みで切り替えながらいけると、はいはい、ちょっと弱めたりしてね、使っていく。で結構このこれだけ水流あってもどうですかね、音なんか、例えば僕ね気になるのがモーター音気になるんですけど、そういうのってどうですか。全然しないですね、静かなので。静かですね、はい、そうこれね、癒し空間でね、ちょっとこうモーター音がするのって嫌ですもんね、そういう音も気にならないっていう、素晴らしい、はい、という形でね、これ今一生懸命このね、こうついにこうお湯が出てるところをご覧いただいてますが、本当にね、水面のお湯見てくださいよ、すごい少ないですね、
はい、これ体が半分ぐらい出てるんだけど、なんでこれいけちゃうのっていうと、そうなんですよ、お湯が首だけじゃないね、胸のところにまで当たって全身を温めてくれるので、水量を実は減らすことができるんですね。なんで節水ができる。じゃ水が少なくてお風呂を温めるんだったらガスも減らせる。めっちゃエコじゃないですか。で浮いたお金でね、みんなが美味しいもの食べてくださいよ。本当に。そう、あ、もしくはなんかいろいろオプションで入れちゃってくださいよ。って感じでね、これは羨ましいな。お風呂ね、お家でこれができちゃうなんていうの。で実は僕ですね、この肩包み湯、これも体験させてもらってめっちゃ良かったんですけど、実はもう一個お客様、皆様気になるのがあるんですよ。でそれがですね、隣の背というボタンでございます。あれにして、そしてちょっと起き上がってみていただけますか。おっとカメラさん見えてます。うわーすごい、背中のこのジェット、2箇所の穴からですね、ジェットバスがなんと皆様出てきておりますよ。はい、正直言いましてこれが僕はめっちゃおすすめです。はい、いろんなところでですね、まあ、最近こういうね、癒しを求める方のためにこうバイブラを出してみたりとかですね、ジェットあるんですが、この強さをぜひね、セイラさんに味わっていただきたい。では体験してみていただきます。お願いします。どうですか。いいですね、気持ちいいです。リアルないいというね、この若干の吐息が漏れました。いいですよね、この強さ。ちょうどいいんですよ。そうなんですよね。どうですかね、痛さとかっていうのはどうです。全く痛くないです、ね、優しい感じですよね。でもしっかりとほぐせられるような、はい、マッサージ感マッサージ感ありますよね、はい、これがね、こう外で例えばスーパー銭湯なりですね、日帰りの温泉施設行くと体感したことある人いると思うんですが、この絶妙な強さ加減でそれをお家で毎日体験できるんですよ。先ほどの肩湯バージョンからですね、ジェットのバージョンに切り替えていただいて、背中を今度ほぐしていくことができるんですよ。女性だけじゃない、男性にも満足いただけるしっかりとしたパワーがありますということなんですよね。いやー気持ちよさそう、はい、最高です。でこの癒しをね、さらにちょっとこう演出でもうちょっとこう癒し空間に導きたいと思います、はい、ちょっとここでいいですか。コメントがちょっといろいろ来てるので、ここでお答えさせていただきたいと思います。高田さんは浴槽は入浴剤使えますかっていうことなんですけども、まあおそらくこの肩湯とかは、はいはい、循環のものになるので、入浴剤とかは基本使用 NG になります。なるほどですね。失礼します、お願いします。まあ、入浴剤になってもね、これ温まっちゃうってことはできないんですよ。高田さん、防カビ、カビ防止訓練剤使えますかということなんですけども、高田としては別に、カビ防止訓練剤を推奨しているわけではないので、自己責任でお使いいただく形にはなりますが、以前のインスタライブでもお伝えしてるんですけども、すごいお手入れもしやすくて、カビもつきにくい素材使ってますので、気になる方はぜひそちらも一度ご覧いただければなと思います。素晴らしい天の声のフォローがすごいでしょ、皆さん。流暢でしょ、流暢。宝のお風呂でしたら後付け、多分片湯の話ですかね、後付けできるのですかっていうことなんですけども、なるほど、申し訳ないです、後付けはちょっとできないです。そう、最初から組み込むことによってこれがお手にしていただけるんでね、そうですね、グランスパぜひ狙っていただいて、はい、はい、すみません、グランスパどうやって中を洗いますかというコメントなんですけど、はいはい、ちょっと中がどこなのか、中っていうとこの多分浴槽の中なんですね。浴槽ですかね。それともこの仕組みの中なのかっていうところですね。そうですね、そこがあるんですけど、うん、浴槽に関しては、はい、以前キープクリーン浴槽の、うん、お手入れの仕方っていうインスタライブ、はいはいはい、あると思いますので、ね、アーカイブぜひそちらご覧いただければなと思います、うん、はい、いやもう本当お手入れに関してはね、びっくりするぐらい楽になると思いますね。グランスパいいですねっていうコメントもいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやもう本当にね、この素材感のこだわりっていうのが随所に見られて、で壁、まあおなじみの放浪なわけですよ。めっちゃ丈夫ですね。そしてツヤツヤしてるの多分カメラ通しても感じていただけると思います。まあ汚れも非常につきにくいんでね、染み込むことがありませんから、まあカビなんかもね本当に水で流れてしまう、そんな感覚なんですが、じゃあせっかくこの壁のツヤ感、きらめき感使ってみたいと思います。それをですね引き出すのがこの照明でございます。皆さん見えてますかね、このミラーの上下に間接照明があるんですね。ちょっとカメラさんも上がっていただいて、上から
見せてあげましょうか、ね、ここにずっとこの間接照明がミラーの上にあり、そして下に潜り込むと下にも実はミラーの下に、はい、ライトが仕込まれてますよということなので、このミラーでラグジュアリーミラーという形でですね、非常に癒し効果をさらに演出してくれるわけなんですね。なので、このミラーの上下についていることでですね、リアルに体感すると分かるんですが、ミラーがもうちょっと浮遊しているような、ちょっと独特のふわっとしたような感覚を味わえますし、何よりもですね、上にも今、ね、スポットライトついてますが、この上についているですね、照明と掛け算することによってですね、見てください、モニターに映してありますが、なんと49種類の演出ができちゃってるわけですよ。すごくないですか。そう、自分のその日の気分の思いのままにこういう演出ができるということなんで、ここにも書いてありますが、朝の光、ね、ちょっと画面通したら見にくいのかな、ね、日の光、夕暮れということになってますから、ちょっとその辺ね、セイラさんにチェンジしてもらいたいと思いますが、はい、今この状態から、はい、お、あ、ちょっと明るく見えてますかね、皆さん。白っぽい明かりに今切れ替わってるんですが、これが朝の光ですね。ちょっと非常にこう元気のある感じ、はい、朝の始まりをイメージしたスカーッとしたですね、明るさでございますね。そして、はい、これが日の光、まあ、日中のちょっとねこう明るい光をイメージしているという感じなんですよね。そのモードもあれば、さらにまあもう一気にいきましょう。はい、一気に今度はちょっとムーディーな感じになりましたね。夕暮れ時、そう、やっぱね、もうこれから夏場、だんだんね、夏終わってきますけども、この夕暮れ時のシーンがいいですよね。それを実はお風呂の中で体感することができちゃうのが、このラグジュアリーミラーというものですね。で、天井、そして、この、まあ、いろいろな跳ね返りをですね、このお風呂の中で演出できることによりまして、ちょっとこの辺って見えてますかね、ちょっとキラキラモヤモヤとしてる感じっていう、映ってるのかな。ね、ちょっとまあなかなかね画面通して映りづらいかもしれないですけど、お、あ、これを、皆さん見えてます？ちょっとね、しばしこの夕暮れ時の雰囲気を味わっていただきながらっていう形でですね、いろいろなところに反射するんですね、はい、要はで、このお湯のねきらめき、揺れ、そういったところもですね、このいろんな部分に反射するわけなんですよね。で、より空間の広がりを感じるみたいな。どうですかね、ちょっとね、ここいきなり思いっきり半分は外に開いちゃってるんで、ここあれですけど、あ、そうか、ロールカーテン引っ張ればね、ここもちゃんと演出できるんですが、まあ今日はちょっとね、このできる環境の中でやっておりました、はい、という形でございました。じゃあちょっと一旦上がっていただきますね、はい、先ほどコメントいただいてた方 で、はい、入浴剤、カタツムリじゃなかったら使えるんですかということなんですけども、おお、はい、基本的には浴槽には、うん、使っていただけるんですけども、ね、入浴剤の用法用量を守っていただくっていうのと、うん、入浴剤とか入れてしまうと、この追い出しとかっていうのをしてしまうと機器が壊れたりする原因になりますので、はいはいはい、その辺は自己責任で使っていただくという形になりま す、 です、ね、はい、まあ、最近は、ね、バスソルトもあったりとかね、エプソムソルトもあったりとかね、まあ、皆さんなんかやたら用法用量よりも入れる人もいますからね、はい、僕もこの前温泉ソムリエっていうのを取ったんですけど、ね、実際の温泉と同じ状態に温泉の元でしようと思ったら、もうなんか何十袋も入れないといけないらしいですよ。なので、まあ、そもそもあれはですね、ちょっとしたやっぱ香りの演出とか、ね、まあ、温浴効果も多少あるんですけど、そういったところもありますので、まあ、ぜひ本来のこの、ね、グランスパの良さ、肩包みの良さというところですね、今回は皆様にご覧いただければというふうに思いました。はい、ありがとうございます。セイラさん、体験ありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さんもパチ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 みたいなの入れてもいいんですよ、コメントでという形でね、現場からはこの感じでお送りさせていただきました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。それではコメントは、はい、大丈夫ですかね、はい、ありがとうございます。はい、またね、はい、いろいろな疑問質問出てきましたら、もう天の声さんのかゆいところに手の届く返しコメント、素晴らしいですから、
皆さんもちょっとでも疑問に思ったらですね、せっかくのこのアカウントね活用していただければということで、現場からも以上です、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございました。また、ショールームでは詳しくご説明していますので、ぜひご予約お願いします。では本日のこの動画はインスタライブのアーカイブに載せておきますので、ぜひ何度もご利用ください、ご視聴ください。でこのライブ終了後にアンケートを実施します。お手すきの際にご回答いただけると嬉しいです。あと片湯と、あ、そうですね、片湯と、声優ジェットバス同時使用は可能でしょうかということなんですけども、なるほど、片湯は基本片湯の時は片湯だけ、ジェットの時はジェットだけ、切り替えができるということですね。そうですね、はい、切り替えして使っていただく。でそのそれをするためにですね、浴槽を、ね、大きく作るっていう風にしてますので、うん、浴槽も大きくて片湯もジェットも使えるっていうのが宝の特徴になってますので、ぜひ気になる方はショールームにご覧いただければと思います。はい、はい、ちなみにあれですよね、明日もインスタライブやるんですよね。そうなんですよ、はい、明日はまた違う新機能商品、ウルポカユ、はい、あとはオートウォッシュをご紹介したいと思ってます。はい、ね、まだまだね、皆さんに伝えたいことがいっぱいあるんですが、この後はもうリアルなステージも待っております、はい、また明日を楽しみにしていただければと思います。ま、はい、明日もお楽しみにしてください、はい、本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。バイバーイ、バイバイ。